ニコラウス・ジムロックは、ドイツのホルン奏者、音楽出版社、ボン・ノ・ケルン選定校の邸宅のホルン奏者だった。ベートーベンの友人であり、音楽出版社ジムロックの創業者である。一人の人、音楽家として、大いに尊敬されて1790年代を通して、ベートーベンと交流を持ち続け、ボン時代のベートーベンの確かな証人であるとみなされている。ジムロックは、 マインツに生まれた。五朝の父を持つ、彼は、16歳になるまで、フランス軍の境界でホルンを吹いていた。ケルン先帝公であったマクシミリアン・フリードリヒ・ヘボンの、宮廷官玄楽団での職を願い出て、規模が課内1775年に、ラッパ武器として、年に300フロリンの報酬で働き始めた。若きベートーベンは後に、同じオーケストラで共に演奏するようになる。 先帝校の邸宅にあっては、ジムロックは啓蒙思想の哲学者として指折りの存在であった。同僚のフランツ・アントン・リースやクリスティアン・ゴットロー,オープ・ネイフェと同じく、彼もイルミナティの一組織であったミネル・ボルーカーシュ・スタジャイラに所属し、組織の活動停止後はボンデリセイガ・セイイシャフトの創立メンバーとなっている。さらに1805年にボンに設立された。 メソニックロッチである、レフレール・コーラジューの一員でもあった。1793年、ジムロックは、ボンに音楽出版社のジムロックを設立する。初期に出版された作品には、ベートーベンの赤ずきんの主題による変奏曲や、バルトシュタイン伯爵の主題による変奏曲がある。この出版社が成功した理由には、ジムロックの詳細も、去ることながら、 先帝公の時代が終わり1794年に、ボン並びにラインラントがフランス革命軍によりいち早く占領された際に、彼がフランス寄りの姿勢をとっていたことが功をそうしたことが挙げられる。19世紀の初めには、ジムロックはヨーロッパでも屈指の音楽出版社へと成長していた。彼の指揮の下ジムロック社はジムロックと個人的な面識もあった。 ハイドンの初版譜、ベートーベンの13作品の初版を世に出したのであった。ジムロックはボンに没した。ジムロックの死後に会社が出版を手掛けた著名な作曲家には、シューマン、メンデルスゾーンらがいる。1870年に本社をボンからベルリニへと移転させたフリッツ・ジムロックは孫にあたり、とりわけブラームスの作品を刊行したことで知られる。ジムロックは、 マインツ出身のフランツィスカ・オッティリー・ブラシックと結婚し13人の子を設けた。ジムロック一族は200年近くにわたってラインラントの文化史に影響を与えることになる。息子の一人であるペーター・ヨーゼフ・ジムロックは出版業を営み、他にもアレクサンドル・デュマペールが宿泊したこともある。商業地のホテル・トリラー・ホーフの支配人を長年に渡って務めた息子がいる。 末の息子カールは古期、中期と19世紀のドイツ文学の編集に携わった。ありがとうございます。